皆さん野球楽しんでますか？カモネギックス監督のシュウです。今台風が来て野球楽しめてないんですけど、2017年10月9日までプレゼント企画実施中です。詳しくは概要欄のリンクから、お願いします。今日は台風、来てるんでどうしようかなと思ったんですが、結局グラブの話しようかなと思って、自分のちょっと内野のグラブについて考えてたんですけど、以前というか、数年前までは、自分ほとんど内野やるときはサードなんですけど、メインポジションというかサードなんですけど、結構こういう小さいグラブをかなり使ったんですけど、これは MS6 スラッガーさんの MS6 なんですけども、もちろん逆閉じで、指先も芋みかつけしてもらって、それで開いて、真ん中でバシッとくる感じ、来ないけど、これでサードやってて、全部、フライだろうが強い当たりだろうが真ん中で取っていたような、それで取って、浅いんで取ってすぐ投げて、自分の場合肩が強くないんですぐ投げてちょうどいいワンバウンドでアウトにするっていう感じ、全部ノーバウンドに、大きいフォームでノーバウンドとかにはこだわらずにやってたんで、今でもそうなんですけど、なんでこういう小さいグラブですぐキャッチして、こんなことしないですけど、こんな感じでやってたんですけど、だんだん好みが変わってきて、これが L7 なんですけど、逆閉じで、土手紐抜いて、同じところで片付けしてもらったもので、それでもポケットはこの辺で、奥にもあるんですけど、しっかりキャッチして、真ん中でキャッチして、奥にポケットあるんですけど、なんかここ使うの苦手で、フライとかも全部自分の手のひらが一番当たるところ、感覚のいいところで撮ってたと思います。そんな感じで、やってたんですけど、もう最近になって今年の頭ぐらいからあんまり真ん中に収まらなくなってしまって、今最近これ自分で片付けしたぐらいなんですけど、もう紐も、指先の紐も締め気味で、逆閉じから順閉じに変えて、あえて、なんというかしゃくれてポケットが奥にできるようなグラブ、ただ、小指側に力が入るようになってるんで、順閉じになってるんで、今までの親指補給というよりは、親指も行くんですけど、もう最初から閉じてるような形で当てたらもう閉じるような感じ、閉じる力がより働くような構造に今してるんですけど、見栄え的にはね、スラッガー、久保田スラッガーさんっぽいのは今までのだと思うんですけど、こうやって土手紐とか入れて固くしても久保田スラッガーさんのグラブだったら、こうやって指先とかも固くしても、そうポケットが馴染んでくればいろんな使い方ができるかなと思って、基本深めですけどいろんな使い方ができるかなと思って、あえてこういう使い方を今してます。この先、守備のスキルが今よりまた上がって、小さいグラブのど真ん中でつかめるようになればいいんですけど、なかなかそういうわけにもいかないし、特にやっぱり社会人で仕事をしてるってなってくると、ほとんど動かない仕事なんで今は、その辺の体のキレとかも違ってくると思うし、あと練習頻度とかにもよると思うんですけど、なんでちょっと今自分はこういう風にグラブが移り変わってきてます。皆さんはどんな感じでしょうか。学生野球やってる皆さんも、週1回とかの草野球になってくるとなかなか動かなくなる可能性もあるんで、自分の今の取り方を見つめてみて、時には変えてくることも、変えていくっていうことも必要なんじゃないかなと思います。本日の動画は以上です。ちょっと背景暗いんですけど、チャンネル登録、ツイッターフォローぜひよろしくお願いします。